皆さんこんにちは。いつもご視聴いただいてありがとうございます。そしてチャンネル登録ありがとうございます。今日は新品種麗華の成長記録をお届けいたします。今回は7月から12月の剪定までの成長記録をお伝えいたします。4月から7月までの成長記録は概要欄に URL を貼っておきますので、もしよろしければそちらの方をご覧ください。こちらは麗華です。1月20日の様子です。こんな風に、シートが出てくれてるんですけど、この子はシートの、多分シートですね。なんか明確にシートですね。シートの先についてるんですけれど、房状ではなくて、パーッと花火のようにしてますね。途中から散っています。こちらのお花を残して、そこから枝が3本分かれて出ていますね。こちらはオーナーで購入した麗華です。麗華見てください。ベーシャルシュートがもうバンバン出まくりますね。放射状にね、こう、ちょうど放射状に出てくる感じですね。ぐるっと出てくる感じです。今、ベーシャルシュートが1ですね。一番左上1。から、左下ですね、2。はい、そして、中央ですね。3本のベーサルシュートが出てきています。今日は8月3日です。こちらはウルモンプランターの中の麗華です。つぼみもね、次々と出てきていますが、そのつたびに、ちょっと移動しに行ったら少し花を花ガラスにするって感じですね。今日は8月11日です。こちらの麗華。見てください。ベーサルシュート。ずいぶん伸びてきましたね。そして太いですね。すごい太いです。太いのが、はい、2本。向こうに3本。ベーサルが伸びてきました。1本、向こうですね。2本、3本。で、麗華のつぼみを切ろうと思います。麗華のつぼみを切ります。10時です。今は、9月25日土曜日の10時です。ご覧いただけるでしょうか。こちら麗華ですね。麗華の葉っぱの裏です。びっちりね、このように卵を産み付けられてますね。深夜じゃない満月の夜ね。満月の夜産みつけられたのでしょうか。こういったね、卵がいっぱいあります。ちょっとね、これをこそぎ落としてみますね。
こんな風にね、ご覧いただけますよ。ポロポロと落ちてきます、ポロポロと。何の卵なんでしょうね。いっぱいね、こういったのが産みつけられてるんですよね。気をつけてね、ニームとか撒いてますけど、効果ないですね。なこれがね、全部浮かして帰ってくるかと思うとゾーッとしますね。今ヨトウムシの大きいのだいぶ退治しましたけれど、こういった子が全部帰ってきて、食べちゃうんでしたらもう切れないですね。難しいですね、無農薬栽培。4年散布しててもこういう風にね、今きれいにも取っちゃいましたけど、たくさん産みつけられてるんですね。他も取っていこうと思います。こちらはカメムシですね。カメムシじっとしてるんですけどね、これは悪さしないはずなんですけどね。どっか行っちゃいました。夜の庭にはいっぱい虫がいます。ご覧いただけるでしょうか。こんなにね、ちっちゃいんですよね。こういったのがね、すごいたくさんいるんでね、これを見つけるのはね、至難の業ですね。農薬栽培難しいですね。この葉脈に沿って、いるんですよね。この子はね、はい、お刺すです。これも上手に隠れてますよね。お分かりになりますか。あ、ちょっと動き出しましたね。こんな風に葉っぱ一枚ずつにいるから、もうキリがないですね。捕殺するにもね、限界を感じております。こちらですね。こちらにもいましたね。レイカちゃんも、すごいね、黒天病、虫、いろいろやられてますね。来年はこんな風にならなければいいんですけれど、ね、来年もこんな風だったら、もう私はもう農薬栽培に向いてないということなので、さっさと諦めたいと思います。でもね、今年は頑張ってみますよ。こんな風に黒点病が広がってますね。どうなんでしょう、ベト病との違いがよくわからないんですけどね。寒くなったらベト病、こんなのがベト病なのかな。こんなにね、葉っぱ沿いにね、なるっていうのがベト病のような気がするんですけど、見分けはつきません。ということで、葉っぱはね、全部折っちゃいました。こんな感じですね。12月23日です。こちらのレイカ、こちらを剪定していこうと思います。